はい、僕がですね好きなものはですねドラマなんですけど IWGP を池袋ウエストゲートパークなんですよ。中学生くらいの時にたまたま見つけてちょっとこう気になって DVD とかでこう見るようになったらめちゃくちゃ面白くてもう本当に何回見てるかな、本当にめちゃくちゃ見てますね。中学の時から社会のこう情勢とか、うん、なんかお金のことだったりこうなんかねこう夜の街とかなんかいろんな綺麗なものも汚いものもすごくシリアスかつこうユーモアあふれるこう表現でなんか汚いものが綺麗みたいななんかそういう映画とかも結構好きで僕なんかドラマとかもなんかわかります、なんかそういう雰囲気あるじゃないですかすごくそういうのが好きで僕が多分物心ついた時にいなかったですけどなんかカラーギャングとかこうチーマーみたいなのってあったじゃないですか。それこそ池袋ウエストゲートパークはそういうもうまさにそれなんですよ。それの構想の話だったりもするので、うん、そこはやっぱりねなんかそういうのすらもちょっとかっこよく見えてきちゃうみたいな、世間に迷惑はめちゃくちゃかけてますけどそこはいいと思わないけどでもめちゃくちゃ仲間思いでそのまっすぐさみたいのはすごくやっぱキラキラしてるなと思うのでなんかそういうところは絶対に忘れちゃいけないんだろうなみたいなのが、うん、思いますね。なんか そういうのもそのドラマのメッセージなのかなと思うので、うん、そういう仲間か、仲間はでもそれこそスーパードラゴンとかねなんかそういう男臭いみたいな部分あるので、うん、そういう意味では仲間には恵まれてるかなと思いますね、はい、ドラマのバックのこうかかってるずっとミュージックっていうのが僕が大好きなクレバさんが作ってるんですよ。あれそれがすごく僕は後から知ってたまたまウィキで見ましたたまたまみたいななって実はみたいなね、それこそクレバさんとかもあの時代に出てきた人なのでなんか本当時代を感じますよね。そう考えると剛がなんか言ってるわと思いながら見たらもう全部時間持ってかれますよ。池袋ウエストゲートパークに。音と人をつなぐ場所 M1 ミュージック。